田翔、インスタで今シーズンの反省コメント。19日、中日の中田翔選手が自身のインスタで今シーズンの反省コメントを投稿したとして話題となっている。中日移籍1シーズン目となった今季だが、かつては侍ジャパンのクリーンナップも担ったバットは完全になりを潜め、225打席4本塁打21打点打率2割1分7厘にとどまった。シーズン開幕前には打点にこだわってチームの役に立ちたいと語った中田だが、大方の予想を大きく下回り残念なシーズンになってしまった。これに対し中田は遅くなりましたが1年間たくさんの声援ありがとうございました。個人的に貢献することができなくて悔しいし情けないです。すいませんでした。また、一から体を作り直し頑張りますと投稿。対象の力ない文章に対し、ネット上では応援の声が多く上がっている。厳しく言えば期待通りではなかったけど、ここで終わる対象じゃないって信じてる。ここで終わるような選手じゃないだろ、来年楽しみにしてる。開幕ノーヒットで苦しんでた細川を助けたとかももっと注目されていい。ビシエドの件もあって一部のヘイト買ったかもだけど頑張ってほしい。真剣にやった結果なのは分かってる。オフでしっかり鍛え直してくれ。若手にとっても中田の存在は大きかったと思う。来年の爆発に期待。来年は名古屋を熱狂させてくれ。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。